はいどうも、あききゅんです。ということで、金田一少年の事件簿、秘宝と新たなる惨劇、続きプレイしていきます。よろしくお願いします。イエーイ。ということでね、前回ね、まあ、ものの見事にね、何の証拠もないのに、人のことを犯人と疑うっていうね、人としてね、やってはいけないことをしてしまったわけなんですよね。で、ちょっとね、ゲーム自体終わってしまったんですけど、なんかね、パスワード、この方が怖いでしょう。ね。ちょっとね、前回とね、ちょっと同じことの繰り返しになるかと思いますけど、進めていきたいと思います。なんか荷物の整理がね、終わってないから後でまた来て、ということなんですよね。で、前回ね、まあ、みゆきちゃん、剣文字のおっさんとみゆきちゃんにね、罵られて終わったわけなんですけど、最後の画面にパスワードかなんか出てきたんですが、それがね、ちょっとね、使い道がね、ちょっとわからん。ロードしたらなんか、ロードがね、前回データが残ってるっていうような形やったんで、クリアが、バッドエンドのクリアデータが上書きされるわけじゃなかったんで、っていうことなんでね、待ってね、二日目の頭からちょっとやり直そうっていう、そういう魂胆ですね。で、何してたっけ？一回上上がったんか。まあ、ちょっとね、むやみやったら人のことを犯人やって言うのやめとこうと思って。万引きとかないからね。万引きでもあれやけど、人殺し、ってね、そんなむやみやたらに疑ったかんわっていうね。まあコンコンですし、ガチャってなるときは誰もいないというか入れないときなんでね。この向こう行って あの扉は時計台なんですけど、まあ行っても特に何もないんで、ここでね、ひそひそ話を聞きましょうっていう。中から声が聞こえるんですよね。ね、このバカ、誰がお前などのためにっていうセリフがなんかね、男の人っぽい感じがしてね、あれ、医者の先生、女の先生じゃなかったのと思ったんですけどね。あれ、男、あれと思ってたんですけどね。三村って人は女の先生なんで。まあこの辺は、一応、この胃が憎いって言ってね、胃弱でさえなければ、こんな、どんどんね、負のスパイラルに陥っていってるわけなんですよね。負のスパイラルというかね、胃のスパイラルというかね、どん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 痛い痛いってなっててね。うわ、バレたっていうね。めっちゃ色っぽいでしょう。ね、こんな美人にやったらね、触ってやけどもしたいわっていう話をね、前回してましたけどね、まさかね、そんな結果になるなんてっていう夢にも思ってなかった、あの時はね。はい、ということでね、ここね、調べれるんですよ。女の、綺麗な女の先生の部屋をね、調べれるっていうね。結構ね、ピンポイントでね、カーソルを合わせないと反応してくれへんから。なんか右に探偵七箇条っていうのを出してるんですけど、そこに根気ってあるでしょ。まさにそれなんですよ。根気がないとね、こうパッと、ね、一見こう何もないなと思っても近くまで行ってちゃんとやったらあったりするんですよ。
入られへんやん。気持ち悪いな。何もなさそうやんな。これか。ああ。で、ここのね、ここにね、なんだこのメモはって、1129って、いい肉、言いにくいけど、いい肉なんだよっていうね、まあ覚えときましょう。人の部屋こんなあさってたらあかんでって、はじめちゃん。上とか見れるんやな。ねね、あの先生のね、あの先生じゃないわ、あのここの家の人のね、確かこの入り口の前でなんか揉めたよね。あ、揉めてない？あれ、なんか揉め事があってんの気がするけど、まだか。ほらほら、来た来た来た。ね。私が相手する番でしょ。剣をよく見なさいって言ってね。お相手するっていうのもちょっとね。夜のってことですよ。夜の相手ってことですからね。え？あ？ね、なんかね、このまなみっていう女の子もね、なんかようわからないんですよね。なんかもうそういうことにね、潔癖みたいですね。そういうことあんま好きじゃないみたい。うん、まあ、僕もそうですけどね、あんまりね、そんないろんな人でやりまくってるっていうの人あんま好きじゃないんですよね。そんなこと言っていいのか分からんけど、いや、フリーやからええやんとかってね言う人もいますけど、いや、フリーやからっつってね、なんかこう、誰からかまずこう、ね、逆ってんのもあんまり好きじゃないな。そんなこと言ってるから友達がいないんですよ、一人も。ああ！ということでね、この人とね、いつきさんの部屋にちょっと行って、いつきさんの部屋をね、前回ちゃんと探せてないんで、ちょっとね、そこはしっかりやり直したいなと思います。びっくりした。なんかここでこの時点でなんかこの曲が流れてんのも、まあ怪しいんかな。いつきさんの部屋。入ろう入ろう。行っちゃったって。でね、これ前回あれやったんですけど、ちゃんと探せてないんですよね。なんか出てってしまったっていうね。なんか斜めになってるぞ。この辺とかなんかあるかな。てか、そもそも。ドレスターには何もないよね。
何もないときはね、こう何を見てるのっていうね、こと言われるんですけど、ここ。引き出しが開いてる。ほら、これって鈴木さんの取材テープ。ほらほら、あるやん。五木メモ1。葉月まゆら。葉月の長女。今年18歳。若っ。高校へは行かなかった。独学で大学検定試験に合格。賢いやん。取材？人間嫌い？このままでは、葉月コンチェルンを継ぐのはマユラだが、葉月との仲は、どんな娘か会うのが楽しみ。米74歳、出身地等、詳細不明。三つ定の父の代から葉月家に仕える。夫と息子に先立たれ、身寄りはないらしい。ああ、かわいそう。葉月の内情に通じていると思われる。サブリを入れてみるか。栗原まなみ19歳。ああ、あの子ですね。葉月の遠縁。父親が事業でしくじり、一家心中。ああ、かわいそう。一人生き残った後、葉月家に引き取られ、メイドとしてこき使われている。あ、ちょっと聞いてみてもいいわよ、いいんじゃ？ 10月14日。あ、ほら。秘宝島到着。想像してた通り面白くなりそうだ。ほら。小暮とかいううさんくさい業者がいるし、米もまなみも何か隠してそうだ。ほら、こんなあるやん。しかし驚いたぜ。あの三村翔子が葉月にくっついてやがったとは。あの色気で今まで何人の大物を垂らし込んできたことか。今度は何を狙ってるんだ。それにしても娘のマユラが巫女さんをやってるとはね。葉月とは仲が悪そうだし、これから何が起こるか楽しみだ。滞在中に必ず何かを掴んでやる。あの12年前の出来事さえ詳しく分かれば、葉月の野郎きっと尻尾を出すはずだ。伝説の大聖将の仮面を俺がひっぺがしてやる。どんな些細なことでもテープに吹き込んでおくことにしよう。そうか、五木さんで葉月のことを調べてるんやって。ね、12年前の出来事かとかっていう話が出てましたね。あ、オッケー。お、行ってみよう行ってみよう。そういうことですね。前はね、これを見つけずに出てってしまったんで。大広間、10月14日 PM8時30分。ほら、そや、お前荷物片付けてるからあっち行ってって言ったやんけ。いいやね。皆さん恐れなすったな。ヨードの財宝伝説の知ってますかな。この島はもともと秘密の宝島、秘宝島で呼ばれておりっていうことですね。これは前、ね、見ましたんで、まあ、パパパーと行きましょうか。ね、あれ山わらしですよね。山わらし。なんかね、どっかにルビが降ったって山わらって書いてるような気がするけど、山わらしですよね。うん。あ、びっくりしましたよ。2回目ですよ。2回目なのにびっくりしましたよ。なんだ？時計塔の鐘は鳴らんように止めておる。はじめちゃん、なんだこの鐘の音は。あ、来たよ。グロいグロい。あ、いや、逃げられへんわ、こんなんね。ミキ、見るな。小暮か。あ、赤き、赤き手まりが。どうしたんだ。こいつは。
何事ですか。社長、社長。さあ、時計塔だ。おう、おう、急げ急げ。小田金田一。ダメだ、鍵がかかってる。ここの鍵がなくなっておりますじゃ。なんだと、しょうがないドアを壊す。そう、そら。うわ、すごいパワーですよね。多分無理ですよね、普通考えたらね。雨の刻みを取り継げん。山原が来よった。ほら、山原って言ってるでしょ。たたりじゃ、財宝を狙う者へのたたりなんじゃ。ね、ドラマの時なんかね、山わらしって言ってたような気するんですけどね。山わらなんですよ。時計と10月14日 PM9 時、あれから30分経ったとこですね。まあ、小窓から首だけ出して、時計の針で、大時計の針でスパッと切ったっていうところですね。でも、ね、ほら、これなんですよ。鋭利じゃないから、こう、じわ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 、もうギリ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 ねじ切られたっていう感じなんですよね。切断面からあまり出血してないっていうことなんで、つまり、前に殺されてて、首だけ後から切られたっていうね、そんなところですね。で、大時計はいつも動いてなくて、飾りなんでスイッチ入れないとダメなんですけど、スイッチがねそこにあるんですよね。そうですよ、やましくなければねちゃんと話した方がいいですよ。スイッチ入れたのはね、このまなみさんなんですけど、でも言いつけ通りなんですよね。私のせいじゃな、そうそう、ずっと錆びついてしまうから使わんかったらね。なので定期的に動かしてるっていうところで、まあ操作するの見てたから、確かだって部屋に入ってきた時もね、あれでしたもんね、一緒に2人入ってきましたからね。多分アリバイはね、ああ、でもそうか、そうそう、音はね鳴らないはずなんですよ。でもそれが音が鳴ったっていうのが何かね、こうトリックを解く謎を解明するヒントなのかなっていうところではあるんですけど、まあそれどころじゃなかった。前回ね、何もなく無実の人をね勝手に山間で疑ってで怒られるっていうね。すごいみゆきちゃんがねあれなんですよ、あんま違うんですよ、あのアニメと原作とちょっと違うくてね、性格がねちょっととんがってるんですよね、かなり。かなりもうね、とんがってるんですよ。まあ、この時計のね、時計塔の鍵の密室トリックは前回ね、解きましたんで、まあ、パパパッと行きたいと思います。ね、こうやって出てきた証拠品をね、預けてくれるような、ね、関係性ではあるんですけれども、やっぱり、何の証拠もなしに、こう、山間だけで人のことを疑うような人間に対しては、やっぱり冷たくなりますね。見損なったぞつって、お前はもう関わるなっていうことなんですけど、結構ピンポイントで、さっき破った扉、結構ピンポイントでね、選ばないとダメで、扉の上の部分。で、さっき渡された鍵で構造を調べよう。多分ね、ここはまだね、チュートリアル的なとこあると思うんですよね。まあ、鍵を差し込んで、右に回すと、引っ込みます。ね。で、手を離すと、勝手に、元戻ります。鍵も自然に、向きの形も、ね、戻ります。ね。だけどね、ちょっと待ってよ、と。右に回した状態で、引っ込んだ缶抜きを今度指で押さえてるままにしとけば、鍵が開いた状態のまま、鍵が抜けるっていうね。ちょっと古めかしい鍵のね、鍵なんで、今回の
ミシズトリックも解けたっていうところですね。特にね、もうなかったと思うんですよ。他に調べるような。特に変わったとこはないばっかり言われるんで、もう行きましょうか。多分それ大丈夫だと思う。で、ここにね、ほら、鍵のプレートがないついてるはずなんだが、とか言ってたやつがここに落ちてるんですよね。なんだこのプレートは、って、時計塔と書かれている、ここの鍵についていたものらしいっていうことなんですけど、文字が消えかかってるぐらいね、何かで擦られた跡があるっていうことで、これがね、ヒントになってるわけなんですよ。なので、拾っておきたいと思います。ね、前回はね、もうここまで本当に順調やったんですけどね。他にもなんかあるかな？ただね、ちょっとね、もうほんま眠たくてね、こう眠たい時にするゲームやないねんな。考えがまとまらんっていうか。よう調べきらんっていうかね。ということで、剣持のおっさんが、食堂にみんな集めてくれてるということなんで、食堂に行きたいと思います。ちょっと待って、これ食堂行かんと、食堂行かんと調べることもできるんかな？あ、止められた。ん？現場って？現場見たじゃん。あ？おう。あ、おっさん。そうか、全員揃ってるか。食堂、10月14日、PM9 時半。それが分かったら苦労せんへんやろっていうね。はい、アリバイを聞かせてもらいましょうか。水貞、ここはこの家の人ですね。この人がね、もう毎晩とっかいひっかいね、そういうことを常時に勤しんでるっていうね、人ですよね。で、車椅子なんですよ、この人。全く歩けない人なんですよね。っていうことらしいんですけど。まあ、厨房におった。まあ、気をつけといた方がいいよっていうね。狙われてる人いるよっていう。いや、村なんているわけないじゃないですかっていう。なんかすげえ手言うがなんかあれやな。口癖になってきたの。やばいやばい。あかんあかんあかん。そういうのちょっとなくしていかないと。あかんっていうね。あ、また言ってしまった。私は掃除していろいろ一度旦那様のお部屋にご用はないかと伺ったのですが、ということでね。これもなんかね、おかしいでしょ。なんかね、会話がね。ご用はないかと伺い、今夜はないと言われたっていうことですね。まあ、そういうことなんでしょうね。はい、その後何してたんやっていう、時計、僕が出たのに操作盤へ行きました。いつきさんが食べられたので、時計の動かし方をお勧め。ということで、いつきさんは知ってるってことか。そしたら、絶対私じゃありませんまあ、15分ぐらい食堂開けてたっていうことで、さゆりさんはどうやっていうね。
うん、そう。あれ？こんなん前言われた？あれ？前この選択肢出てきたっけ？あ、いつきさんの部屋に行ったかどうかって嘘をついてることか、っていうことか。いや、違う。言ったらあかんって言われたのに。これ前なかったような気すんな。テープ見つけてないからか。怪しいな。はい、ということですね。小暮は犯人によって時計塔に呼び出され、そこで殺害された。犯人は、まなみさんが今夜、時計の針を動かすことを知っていて、文字盤の小窓から死体の首を出しておいた。首を切断し、地蔵めの呪い歌、赤き手回りになぞらえるために。これは、たたりなんかじゃない。山原の名を語った真犯人。そう。山原の死者によって行われた殺人事件なんだ。山原の使者って言われてね。いや、ごめん、もっと違うこと思いつきた、つけばよかったんけど、それしか思いつかんかったって、申し訳ないっていうね、もっと面白い、なんかこう、ひねりの効いたね、なんかこうね、やつにしたかったんですけど、ちょっとね、パッと出てこなかったんで、山原の使者になったよっていうことですね。ね。別に壊れてたわけじゃないねんな。おう。なんで？あ、なるほどね。天の刻みを取り継げん。ああ、なるほど。ほんまやわ。となってくると、どうやって密室にしたかっていうことなんですけど、密室のトリック、お前には分かるか、金田一。っていうことでね。これはもうね、前回謎解き済みなんでね、パパッといきたいと思います。はい。プレートに何か特徴があったか、表面がこすれて文字が消えかかってましたよね。他のやつはこれ、血がついて割ったわけでもないし、一部が欠けていたわけでもなく、まあ、特に変わったところもなかった。っていうのでもないんで、これね、表面こすれて文字が消えかかってましたよね。何か強い力でこすられた。時計塔の鍵の使い方は、これがね、ちょっといまいちわからんねんな。左に回すんじゃないよな。左に回すと勘抜き、右に回すと勘抜きが引っ込むんやもんな。だから鍵を回してる間だけ開くっても正解なんやな、多分な。違う？多分これなんやな。ドアの錠の仕組み。え、違うんかな？あれ間違ってる？鍵を使うと勘抜きは引っ込み、離すと自然に飛び出す。勘抜きはそう引っ込み、そのまま出てこない。鍵を使わないと勘抜きは動かない。鍵を使わないと勘抜きは動かないっていうわけではない。押してはいけんのか、これか。ね。
で、カン抜きをプレートで押さえておき、外に出てからプレートを抜いた、傷はその時できたもの。なんだ、これ一番が正解なんかな？こう、糸とかね、そんなのなかったですもんね。ね、床に、ドアにプレート挟んだわけでもないですし、プレートの傷は最初から、ね、この一番上の缶抜きをプレートで押さえておき、外に出てからプレートを抜いたって、傷はその時できたものだですね。ということで、ヨネさんの部屋で実験したいと思います。そう、カン抜きをね、カン抜きが引っ込んでる時にこう手で押さえるときはね、ほら、鍵を外してもカン抜きが出てこないんですよね。はい、ということですね。カン抜きが飛び出して密室が完成するんだ。プレートの表面に傷がついていたのはその時の強い力でこすられたからなんだっていうことですね。全然ま、前回しくってますんで、まあね、ちょっと読むのもね、同じことやってるんで、ちょっと読むのも億劫やったわけなんですけど、ちょっとはじめちゃんとか読まなあかんよね。やっぱりね、ちゃんと寝せない、ちゃんとせなあかんね。なぜ殺さなきゃいけないんだって、小暮さんも財宝に目をつき取ったからには、財宝がね、何せ本当に言えなかったよ。言い伝えっていうのはね、作り話っていうわけじゃないからね。財宝があるんですよ、この島には。夜中に魔の口が開き。覚書ね、この、財宝が発見された場合、俺に小暮獣医に与えるっていうね、全額を与えるっていうのをね、覚書を書いてたわけなんですけど、ね、死んじゃいましたんで、それはもう無効になってしまうっていう。この遠藤って言うともね、こう、どさくさに紛れて、私が社長に引き継ぎっていうようなね、こと言うんですけどね、怪しいでしょ、ガゼン。ほら。ね、どさくさに紛れてこうやって、ね、破るよって。これもう眠たい時にやるもんじゃないな、もう。なんも頭に入ってけへん。そう、長女の前浦さんのもので、この前浦さんはね、いらんっていう。だけどね、このマナミってやつも登園に当たるからね、もらえるっちゃもらえるんですよ。あの方も、
あ、何かね、隠されたこうみんな共通のね、隠し事があるみたいですね。あの方も候補に入ってるよっていう、親戚なんだよっていうことですよね。でもそれが誰かがわからんっていう。で、ここ、はい、山原の師匠は誰だっていうことでね、適当に前ね、いやいや証拠もないんだから決めつけるのは良くないよみたいなことでなるかと思ったんですけど、もうね押し切ってゴリ押しして、はじめちゃんが山間だっつって、そしたらね、山間で人のことを殺人犯呼ばれするなって怒られたっていうことでね、今ねまだ断定できないんで、断定できないにしときましょう。おっさん、もうちょっと待ってくれ、今まだ誰が犯人かわからない。しかし山原の使者の正体は必ず俺が暴いてみせる。お、じっちゃんの名にかけて。めっちゃかっこいいシーン見れたやん、すぐ。こんなかっこいいシーンが見れる手前で終わらせてしまった俺って、なんでああバカなんだっていうね、なんという名探偵ぶりを発揮したんだっていうね。ね、隠し事多すぎんね。お、なんや、隠し事あるんやん、やっぱり。隠し部屋あるん？なに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 ？何のこと何のこと？事件と関係ないって言ってるけど。よね。隠し部屋ってなんや、どこにあるね。おいおい。いつきさん、やるな。さすがやね。さすがルポライター。図書室、10月14日。あれ？ PM10 時。図書室なんか調べ、どっから出てきた？何やこれ、ロックかかってるやんけ。うわ、いい肉や。お待ちくだされ。うわ、すげえ。隠し部屋やん。もう開けちまったよ。何があんねん。何やここ。開かずの部屋。誰かおるん？まゆみ、まゆき。あうあう。うわ。双子の妹、まゆき様。あうしか言われんのか。ああ。どうりでそっくりやけど。双子？どうしたん？ええ、ちょっと隠し事すんなんて、お前は。あ、そうなん？まあ、そうですね。仕方ないって仕方ないですよね。だって、乱暴しないでって言っても乱暴してしまいますからね。なるほどね。さっきの、じゃあ、あの方もっていうのはこの子のことですね、じゃあね。ちょっと待って。これあれちゃう？これ双子やつって言うけど、実は同一人物なんちゃう？マユラと、マユキと。違うか？多分同時には出てきてないんちゃう？よし、今夜解散や。ね。もう、僕、このさゆりさんを犯人やって適当に言ってしまったせいでね、こんな面白い展開が起こってたのに、全部台無しにしてしまったっていうね。何？なんかお前も怪しいな。あ、ごめん。あ、まあわかる。なんかやってなくてもね、なんかね、なんか責められると、なんかドキドキしますよね。え、何？なんか好かれてるやん。さよりの屋、10月14日、PM10 時30分。この時計って？いや、何も聞いてないよ、俺っていうね。
勝手に話し出したけどみたいな。ね、そうなんですよね。思い出を美化してしまうんですよね。やっぱりね、昔の方が良かったなっていうね、思い出補正がかかりますよね。いや、ごめん。あの、つまんない話を聞かせてとって、いや、あんまり聞いてなかった。ごめん。ごめん。自分の話で精一杯やった。ごめんな。金田一の部屋、10月14日、PM11 時。あ、みゆきちゃん。何？怒ってんの？何？お前が荷物片付けてるからちげっつったんやんけ。当たり前やんけ。おう、俺は年上好きやぞ。いやいや、しないしない。別にそんな気にもしないわ。わ、ラブラブやんけ。いいやね。かわいい、みゆきちゃん。一日目終了。あ、俺一日目やった、まだ。っていうことあの時寝てないんやね。俺寝たかと思った最初こと。ということで1日目が終了しました。はぁ、あ。ということでもう着いた当日に殺されてるんやね。朝や。金田一の部屋。10月15日。AM10 時。あ！何？部屋勝手に入ってくんなってお前。そうやね。一緒に歩こうか。いえ、みゆきちゃん可愛いな。はい。ということでね、まあまあ、ほぼほぼ前回と同じところで、まあ同じ展開やったんですけど、やっぱあそこでね、まだ犯人は断定できないってしとくべきでしたね。じっちゃんの何かけてっていう名台詞も聞けましたし、話も進んでますしね。はぁ、あ。ということでね、改めてこう、むやみやたらとね、人のことを殺人犯呼ばれするのは良くないよということで教訓にしたいと思います。はい、なんか日記がねついてて、なんかメモが書かれてますね。はい、ということでね、今回ね、1時間までもうちょっと時間あるんですけど、今回これで終わりたいと思います。無事にねストーリーも進みまして良かったなって思っていただける方はね、チャンネル登録の方していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。チャンネル登録して応援してね。バイバイ。